お、たぬきちさんが出てきた。おお、どんぐりや松ぼっくりが落ちてくる。なるほどね。へえ。皆さんこんにちは。さあやってまいりました、集まれ動物の森ということでね、秋のものとか作れるらしいので早速進めていきましょう。今日は道具とかを多分作れる DIY をすると思うので、それをねサクサクやっちゃおうと思います。じゃあ行きましょう。母、あ、プレゼント入ってる。任天堂。はいはいはい、じゃあプレゼント開けてみよう。あ、リンゴ。やった。花火大会の壁、素朴な DIY 作業台。お、これ覚えよう。あ、レシピどうやって覚えればいいんだろう。たぬきちー、ここだ。はいはい、アイワークショップ。はい、やろう。よし、 DIY やりましょう。はい、木の枝5本ってあったんじゃない？あるよね。はい、よし、じゃあまず釣り竿を作ります。これを作る。やったー、きた。おお、 DIY をやりましょう。しょぼい網、とりあえず作れるもの全部作っていこう。あと何だった、焚き火ね。でこれを覚える。はい、素朴な DIY 作業台のレシピを覚えました。で豆吉に話しかける。ご覧になりましょう。エアソファー、アウトドア発電機。あー、しょぼい網とかもあるとこいうことね。パチンコね。はいはいはい。あ、赤いチューリップの球根、緑の風船とかある。ほー、いいじゃん。ベルがないからまずベル稼ぎをしよう。オッケー、じゃあなんか捕まえないといけないってことだね。じゃあとりあえずしょぼい網と釣り竿をゲットしたので、しょぼい網はとりあえず使ってみよう。ガだね。じゃあちょっと拾えるものを拾って、あー、蜂ねえ、刺された蜂、ムカ。まあいいや、とりあえず蜂に刺されたからもうこれで蜂は怖くないぜ。でこの辺の拾えるものを拾っていっちゃいましょう。で梨とかもどうせまたなるから拾おう。で木の周りの雑草は抜いておかないと梨が落ちた時に消えてしまう可能性がありますね。とりあえず初めのうちはやっぱり材料が必要だから、材料集めをしやった方がいいね。木を揺らして、なんか家具も落ちてくるし枝も落ちてくるし、まあそんなに広い範囲じゃないと思うから。お、ベルも落ちてきた。いいねいいね。あ、どんぐり、初めに言ってたやつだ。やった、ちょっと嬉しい。お、ピン。あ、顔がね。お、やった、薬のレシピもらった。ありがとう。1本は残しとこうか、この梨の木ね。あとはまあいいでしょう。うん、出た。よっしゃ、捕まえた。うまい。やったー、蜂捕まえたぜ。あ、なんかいるよ。これなんだろう、コオロギ。ほい、捕まえた。やったー、コオロギ。よし、この辺のものも拾っておきましょう。あー、お金が埋まってる。うん、スズムシ。ほい、捕まえた。なんだこれは、スズムシ。やったー。よし、じゃあ DIY のレシピを買いたいから一回売りに行こう、不要品をね。生き物見つけたよ。お、なんか来たよ。あ、生き物図鑑。よし、ありがとう。そうだね、海の幸ももうあるもんね。
お、よし、DIY 教えてくれるって。斧と？お、斧を教えてくれた。よし、OK。なんかくれた。おー、赤い百合の球根。やった。はーい。商品サンプル。はいはいはい。ふんふんふん。オッケーオッケー。ジョーロね、ありがとう。序盤はもう本当にタヌキチに話しかけまくる。そしてタヌキチに生き物を渡しまくる。これに限りますね。よし、じゃあ斧を作ろう。めっちゃ増えてる。はい、斧作ります。できた。あ、で、そうだ、お薬の DIY レシピ、これを覚えて、で、ここでお薬を作ろう。よし。はい、作る。はい、出来上がり。じゃあこれを飲みましょう。じゃあ豆吉に梨を売っちゃいましょう。梨を20個売ろうか。とりあえず20個残しで。はい、 OK。 あ、フルーツを食べるとね。はいはい、 OK。 マイルが、たぬきマイレージ、受け取る。お、500マイル。そしたら、これ、しょぼい斧。ガン、ガン、ガンと。よし。これでちょっと木材を集めましょう。うん。呼ばれてる、呼ばれてる。おー、ウッドカッター。岩も叩いとこうか。おー、金鉱石いきなり出てきたじゃん。黄金に輝く。お、DIY レシピひらめいた。ちょっと待って。家にいらないものを置いてこう。この辺は後ほど使うので、ちょっと一回置いといて、釣りしましょう。釣りー。タヌキチがね、生き物見せろ見せろ言ってくるからね。お、釣ったぜ。ふなー。じゃんじゃん行こう。お、サケ、やった。お、次はミノカサゴ。あー、なんだこれ、ハリセンボン。すご。おお、さっきよく釣れるね。今度はティラピア。はい、ティラピア。おお、さっきよく釣れる。よし、タヌキチに渡しに行こう。はいはーい。もう電話電話。ふうたさん、はいはい、オッケー。はい、テント、テント。博物館でしょ、ここかな。地図、博物館の場所。まあどうせ移動させるんだけどね。右側にしようかな、やっぱり。ちょっともう一マスこっち想像してみる。ああ、いいんじゃない。これ後ろは揃ってるよね、多分。まあいいでしょう。はい、あ、揃ってるわ、よかった。できたよ。はいはい、見つけました。よし、じゃあ豆吉、サクサク進めるために、初めての DIY レシピ買います。はい、来た。はーい。この辺にとりあえず取ったものたち置いとこう。今はタヌキチにはもう渡せないから。よし、で DIY 作業台を作ろう。これを作ります。はい、ということでね、今日は今現在で手に入る道具たち、これをね、揃えました。あと本当はしょぼいスコップが手に入るはずなんだけど、これはふうたさんが来ないと、明日以降にならないと手に入らないので、これはまた次回ということで。とりあえずね、今回はしょぼい斧、しょぼい釣り竿、しょぼい網、しょぼいじょうろ、
これをね覚えることができました。なので次回はねこのマイル、これを貯めていくっていう感じかな。あとはフータさんが来たらまたフータさんにね物を渡していきたいと思います。はい、ということでね、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.